金の勘定をしずに来た。三遊亭園長。ドイツの名高い作者、レッシングという人は、至ってそそっかしい方で、その上、バカに忘れっぽいから、むやみに金や何かがなくなる。これは何でも、可否か下男がくすねるに相違ない。一番、はかりごとを持って試してやろう。というので、レッシング先生、ある時、机の上へ金をバラバラ散らかしたまま、スーッと友達の家へやってまいり、この頃、むやみに金がなくなってしょうがないから、これこれ、こういうことにしてきた。これで、誰が取るというのが、ちゃんとわかるね。へえ、それはうまいことを考えたが、全体、いくら置いてきたんだ？あ、金の勘定をしずに来た。それでは、何にもなりませぬ。